かし今日はマクドナルドで隣の若い青年が読書をしてました。小説を読んでました。あれを見ると永遠のゼロを思い出した。桃田先生、桃田直樹先生の永遠のゼロ思い出しますけどね。僕シンゴジラ見てないですけどね、最後どうなったんですか。昨日高見沢さんのラジオ、ジ・アルフィーの高見沢さん、ザじゃなくてジ・アルフィーの高見沢さんね、ギターがうまいって言う。ギター音がいいですよね。まあギター弾くのはまあ